チェルケジシビリは、ジョージアの貴族。ダイカバルダの族長チェルケシアの血筋を引き、文字通り、チェルケシア人の子、子孫を意味する。彼らは17世紀に、カヘティに定住し、封建領主の上級貴族階級、タバリとなった。ロシア統治下の時代では、1829年と1850年に、クニャージのチェルケゾフとして認められた。 イオアネコといった伝統的な家系図の記述によると、チェルケジシビリは、タマル女王の知性に、ジョージアへたどり着いたチェルケシアの属長の血筋を起源と、する。事実、この家の祖先であるカバルドの貴族、アレジコは、ジョージアでは、アラダグとして知られ、17世紀頃には、ジョージア東部のカヘティ王国に定住していた。その後、アラダグやその後継者たちが、 キリスト教を採用したことにより、貴族階級であるサタバドとカヘティ王が有するいくつかの村を授与された。与えられた村は、マナビ、トフリアウリ、カカベティ、カチレティなどであった。サタバドの一族の所有物は、総称してサチェルケゾとして知られていた。ありがとうございます。